ひばりクラブをご覧の皆さまこんにちは。また、落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。で、今日は、まあ、なんでそんなに極端なのってですね、この、食事とか、毒物とか、健康って言いますとね、なんか、普通はこんなことは当然判断するってことがあるんですよ。例えば、今言ったように、血圧は年齢によって変わる。これもうほとんど全員が知ってることなんですね。年齢プラス90。 年齢によって変わるんだから、血圧が高いときに影響がどうなるか、健康に対する影響がどうなるかっていうときは、年齢一定にしてからなきゃどうにもならないじゃないですか。<laughs> ところが、それをなんで武田は出さないんだって来きましたからね。ちょっと僕もびっくりしました。今日はそれにちょっと近いんですよ。ここに牛乳とパンね。牛乳とパンつったらね、 僕なんかも小学校時代から給食に一応基本は牛乳とパンでした。もちろんご飯もありましたけどね。それは滅多なくて、えー、牛乳とパンでしたね。僕らの時代は小学校の半分ぐらいは脱脂粉乳というなんか、まあ、牛乳もどきのものでしたね。まあ、牛乳から油を抜いたものってことって本当に美味しくないもんでしたけど、まあとにかくあの頃はまあ、えー、そういうのを食べなきゃ生きていけないっていうかガシしちゃうっていう時代でしたからね。食料の絶対数が足りなかったんですから。 だから、まあそういうことで、まあ牛乳とパンっていうのは本当にこう日本の基礎的な食料の一つなんですよ。ところが、この前もね、僕の関係してる研究会で、私は長らく牛乳を飲んでて、それでもう下痢ばっかしたり、ひどい時には血便が出たり、まあいろいろあったと。しかし牛乳をやめたらね、そういうことは一切なくなった。あの学校に通ってる時代の辛い思いはどうしたんだっていうね。 てからその人はやっぱりパンも具合悪くて、パンはごく最近ね、えー、パンがやっぱり悪いようだっすね、パンをやめてみたら、えー、自分が昔はね、お腹は下す、えー、パン食べたら苦しいっていうね、あの、だったのに、えー、もうすっかり今健康になりました、というふうに言っておられました。私も牛乳はダメでですね、 それで牛乳はもうすぐひどい下痢になるもんですから。まあこれはまあ有名なもんですよね。牛乳飲んで日本人の下痢になるっていうのは。それでまあ牛乳は割合と私は早くやめたんですけど、えー、まあ僕が年取って病気になって入院した時にお父さんあの牛乳飲めないと。で病院は病院食は牛乳がまあ昔は必ずついてきたもんですからね。ですから僕は子供に負担かけちゃいけないと。そしたら子供がね、 え、お父さんはやっぱり病院で牛乳飲めないとやっぱりまずいからと思って、え、いろいろ考えるだろうと。そうするとまあ子供に負担かけるからと思って少し練習しようと思いましてね、ヨーグルトから僕は始めたんですよ。ヨーグルトを何とか飲めるようにしようと思ったんですけど、やっぱり結局ヨーグルトもダメでした。え、ヨーグルトっていうのはそれからもともとそういう話をしたらですね、僕の全然別の勉強会の人が、 日本人とヨーグルトの歴史をその人はかなり知ってましてね。その資料を、まあ大体、あれ、えっと、奈良時代ぐらい、飛鳥時代かな飛鳥時代から鎌倉の初期までの、まあ日本人の、あの頃を盛んにヨーグルトをですね、朝廷の勧めもあって、えー、各国府、国府ってまあ今で言えば県庁所在地みたいなとこですが、まあそこでですね、牧場を持ってヨーグルトを作ってたんですね。 やっぱり発酵食品っていうのは人間にはいいもんなんで、発酵食品としてよく、だけどもこれがやっぱりどうしても日本人の体に合わずにですね、えー、鎌倉時代の初期にもやめようということで、えー、国の政策としてはやめるようになりました。まあやっぱり僕もダメだったんですね。それからパンはですね、僕の場合は本当に最近っていうかここ10年ぐらいですね。えー、それこそ今いろいろお世話になってる小崎さんがですね、小崎さんは別にその、 彼はあれ、県庁の美徳なんでね、あまり威張ったりしないもんですから、いや、私はそんなに専門家じゃありませんよっていつも言ってたんですけど、アメリカのそういう研究者のものを要約してね、それを日本にネットとして、ネット番組として伝えてくれたっていう功績があるんです。で、それで助かった人すごくいるんですよ。僕もそれをちょっと接してですね、ちょっと僕は朝いつも、えー、食パンを焼いてバターつけて、 そして、トーストのバターにハムなんていうのが標準的な浅食だったんですね、僕は。それをやめてみたんですよ。もう10年ぐらいになりますかね。いやー、体調はやっぱり随分いいんですね。それで、今言おうとすることは、牛乳とかパンの悪口を言おうつっ,ってんじゃないんです。私、ここだけは強調したいんですよ。私がそういうふうに言うとね、先生は、武田先生は牛乳が悪い、パンが悪いって言ってると。 だけどそんな人ばかりじゃないよってその通りなんです。そこを僕言いたいんです。つまりお酒で例を取ります。僕これいつもお酒で例取ってるんですけどもね、どうしてもこれみんなの考えが治らないんですよ。お酒飲めない人が生まれつきはですよ。これ民族によってすごく違って、ヨーロッパでは生まれつきアルコールとかアルデヒドの分解酵素がない人が0%。あ軽度で決まるんですけど、あそこはあのー、 アフリカの末端までね、全、希望法まで、まあ一応データとしては0%です。それで、こう、東に行くと行けば行くほどですね、アルコールの分解酵素を持ってない人が増えましてね。アルコールの分解酵素って難しいんですね。アルコールがアルデヒドになって、アルデヒドが具体的には毒性を示すとも言われておりましてね。アルデヒドの分解酵素でもいいし、また別のルートでもいいんですけど、いずれにしても、お酒を飲んだ時に死んでしまう人とかね。 強度のアルコール中毒になったり、アルコールの急性中毒でひどいことになったりするっていう割合ね。その割合がずっと西に行くほどあ、東に行くほど高くなって、まあ日本はこの大陸をずっと渡った一番東にありますから、で、日本人は44%っていう数字が出てるんですね。ですから、生まれつきお酒に強い人ってのは56%しかいなくて、まあ半々ですね、簡単に言えば。お酒は弱いっていう人が半分。 ところが、お酒に対するそういった体の防御はですね、少しずつお酒を飲んでる間に飲めるようになるらしいんですよ。それで、死ぬ時はね、だいたい30%ぐらいの人はお酒に苦手、70%ぐらいがお酒はいいというようなことになるそうですね。私も42までお酒はまあ実質的に飲めなかったんですけど、42の時に体が調子が良くなってお酒飲めるようになったっていう、まあそれは僕の場合ですね。 とていうかですね、どんなものでもそうなんですよ。要するに食品でですね、日本人がほとんど心配なく食べることができるって言ったら、まあ米と味噌汁と何か漬物とか野菜の煮たものとか、こういったね、もう日本人が非常に昔から食べてるものは大丈夫だと。例えば簡単に言えば生わかめはですね、日本人はもうちゃんと消化するんです。これも消化の機構としては、 え、遺液じゃなくて、腸内細菌だと言われてますけどね。まあ、いずれにしても、下痢することはないんです。ところが、日本人以外の民族は、ほとんどの場合ですよ。日本人と非常にこう、似てる民族は別なんですけど、日本人以外の民族は、もちろん白人やらね、中東の人とか、そのまま頃なんですよ。全部下痢なんですね。消化しませんから。だから、そういうことはある。つまり、 食品っていうのは、そこに住んでる人が長く食べてきたもの。それが害がないんであって、あの、牛乳とかね、パンなんつうのは、パンはね、あの、日本人はパンはまあまあいける人がいるんですよ。まあグルテンっていう特殊なものが少し腸壁に空間を開けるとか剥がすとかね、まあいろんな作用をするので、まあ、腸の具合が悪くなるっていうことなんですけども、麦の種類にもよるみたいですね。 まあだからグルテンが問題だっていう人もいるし、他のところもあるんですね。複雑なんですよ。まあ日本は小麦でうどんなんか作ってましたからね。うどんはどうして日本人が作ってたかって言ったら、米には年貢がかかったけど、まあ税金ですね。年貢がかかったけども、麦にはかかんなかったもんですから。お役所さんは年貢逃れのためにですね。えー、厳しい時は米は年貢に取られるけど、 麦は取られないということで、えー、それをうどんに加工して食べた。ただ、麦の種類もありましてね、ちょっとこういう専門的な話をここでは今したくないんです。なんでかって言いますと、主力が大切なんですよ。考え方ですね。血圧もそうなんですけど、なんで日本人は全員が世界の人と同じだと思うのか。もう一つ深くいけば、日本人の中で合わない人がいるということをなんで認めないのかってことなんですよ。 大体牛乳とパンはね、まあ、下痢したりいろんなことが起こるってことは昔から言われてる。まあ、私なんかまだこの前の人の話聞くとまだ軽い方でしたけど、やっぱり非常に苦しみました、ええ。私も苦しみました。この前の人はもっと苦しみました、ええ。苦しんでる人がいっぱいいる食品をですね、学校で給食に出すっていうのはね、もう頭おかしいですよ。<laughs> 僕に言わせれば。ええ、それはね、 例えば今食品添加物であれがいけない、これがいけないって言ってるけど、それはね、害の出る人と害の出ない人いるんですよ。だから添加物も気をつけた方がいいですよ。別に添加物がいいとか僕言ってるんじゃないんですけども、添加物っていうか前に牛乳とかパンとか、そういうもう日本人の主力のね、食品が、まあ僕はどうしても2割か3割にはね、障害があると思うんですよ。データもないんです。もしこれをですね、 牛乳メーカーとかパンメーカーが抑えてる、隠してるとしたら、これはもう絶対に犯罪ですよ。だって人が病気になることを知ってて売ってるんだから。別にね、パンがいけないとかね、牛乳がいけない人じゃないですよ。パンが何にも影響のない人は美味しくて、影響のない人はパン売ればいいんだから。だけど、パン屋さんの、えー、入り口には必ず紙を貼っとかないからないですね。パンに対してアレルギーのある人、消化不良を起こす人は、 パンを食べるのは控えてくださいと。牛乳のメーカーも必ず言わなきゃいけないですよ。これはね、立派な商人だったら絶対そうします。ビジネスマンだったら。自分の売ってるものが人に辛さを味わわせるようなものをやりたくないと思うはずですよ。ええ。だから、食品ないしこの牛乳とパンって本当にあの、象徴的なんですけど、僕はね、牛乳メーカーとかパンメーカーがね、あの、給食出すならね、 全児童の検査をしてからにしてほしいんですよ。今してないっていうのはね、どういうことかって言うと僕はですね、自分の会社の儲けを考えて、いやー少しぐらいのね、子供たちがお腹壊してもいいやと。<laughs> 苦しんだって人生苦しんでもいいやと。そういうふうに、儲けの方を優先してんだと思うんですよ。今日はコメント気をつけてくださいね。つまり、事実はもうこの場合はっきりしてるんですよ。 要するに食品の中で日本人がほとんど大丈夫なものから日本人がほとんどダメなものまであると。まあお酒は大体3割ダメだと。でお酒はもう昔はね飲めない人飲め飲めってってね無理やり飲ませったようなことあるけど今はそんな野蛮なことはないですね。いくら宴会でも僕はちょっとアルコールは苦手なんですったら絶対誰も勧めません。これが良識ある親切な心なんですよ。思いやりとか絆とかね。 言葉で言ってて、まさか牛乳メーカーとかパンメーカーはね、思いやりとか絆っていう標語は使えないでしょうね。だって思いやりとか絆っていう標語を自分で使えるなら、それはやっぱり牛乳はアレルギーありますよ。日本人はありますから。よく検査して、あれしてください。検査はここのところに行ったらいくらで検査できますよとかね。血液を検査した方がいいのか、腸を検査した方がいいのか、どういうふうな検査をしたらね。 苦しむことがないのかっていうね。それからグルテンもやっぱ表示をしてね。グルテンでどのくらいの比率でと。いうことやっぱりやらなきゃいけません、A。これだけ戦後70年、牛乳とかパンを給食に使ってくれてたわけですよ。だからこれは牛乳メーカーとかパンメーカーにとって非常に大切なお客さんなんです。恩を感じなきゃいけないんですよ。自分が儲かるとか自分が食べるっていう先にね。 人に迷惑をかけてまで、えー、儲かっちゃいけないってことなんですよ。で、もう一つね、牛乳メーカーも何回もこれやろうと思いますけどあ、福島原発の事故が起こった時ね、僕は福島あたりの牛乳の行き先をね、一生懸命調べてたんですよ。で、どうもね、一箇所の牛乳メーカーのところから関西の方に牛乳が行ったっていう、そのデータが出てきましてね、それを取り上げたんです。だからものすごい勢いでね、いやいや、もう牛乳メーカーから感謝されると思ったんですよ。 だって、放射線障害が出るところを僕が気がついて言ってくれたわけですから。ところがね、あれ明治入業ーーだったかどうか忘れましたけど、ものすごくバッシングしてきました。武田は何だ根拠が曖昧なことを言うないや。根拠はしっかりしてるんですよ。チェルノブイリの事故の時に、牛乳を介在して、非常に多くの人が甲状腺癌、その他の放射線の病気になったんです。 これはもうはっきりしてるんですよ。もうどこの論文読んでも書いてあるわけですね。その原因はあってね。あっちはあの、えー、牛が、牛からもちろん牛乳を取りますよね。牛乳とか他のものを取りますよね。と牛っていうのは草を食べますね。で、原発の事故が起こりますと、こう、放射線物質が落ちますから、結局草がものすごく汚れるんですよ。土とか草がね。そうすると、やっぱり牛はまあ放牧してますから、放射線で汚れた草を食べて、 それがお乳になって出てきて、それを子供たちが食べて、まあ、状腺癌がある。これが一番の基本なんですね。で、もちろん福島の時もね、そういう可能性はあったんですよ。つまり、これは牛ばかりでなくて、野生動物を食べたり、それから飼育の方法が我れオープンの場合はね、なるわけです。それから、もっと凝ったものはですね、鶏なんかでもですね、あの,の、経営者の鶏の飼育するとこですね、そこの経営者の換気扇がついてるとね、 換気扇をつけることによって余計にこの放射性物質の入ったものを経営者の中に入れてしまってそれで汚染されるっていうのはケースもあったんですよね。で、そういうデータがあるんだからやっぱ僕は牛乳メーカーが自主的に気をつけてくれると思ったんです。最初は。だけど日本の牛乳メーカーってそんなに生優しいね。商売の道徳がしっかりした日本人っていなかったんですね。なんとか誤魔化そうと思った。 あの時、お米もそうでしたけどね。お米もおせまいをね、神奈川の千米所で、福島の袋を、神奈川の袋に変えて、沖縄に出荷した例があったんですよ。これはまあ非常に確実なデータを私持ってた。で、そういうことをやるんですよ。今の日本人が。まあ、それを賛成党化するって言ってもいいでしょうね。賛成党ってそういう党なんですけどね。だから、やっぱり僕はやっぱり、この牛乳とパンね、まずは牛乳とパン。 どんなに食品添加物でね、あれが毒だ、これが毒だっていうよりかはですよ。主婦の人も、もっと大きなところからね、苦しんでるところから、それはやった方がいいですよ。私はそう思いますね。だから今度のこの牛乳と、なんでそんなに極端なのっつったらね、もう牛乳、子供に飲ませるったら、どんなアレルギーがあっても、どんなに牛乳で下痢しても、パンで、腸壁が汚れても、もう牛乳とパンはいいもんだ、っつってね、 な話なんですよ人間っていうのはいろんな人がいますからねそれを全部お母さんの判断に任せることなくお母さんがちゃんとした判断ができるようにぜひ、えー、それで商売をしてる人牛乳で商売してる人パンで商売してる人がねパンはまあパンのメーカーから小麦の輸入先からパンメーカーからパンのデリバリーっていうかこう仕入れとかそういうのから街のパン屋さんまで。 一致団結してですね、パンで一人も具合の悪い人は出したくない。だからこういう体制をしこうというふうにぜひね、運動してもらいたいというふうに思います。人間は後ろめたいことをやって自分だけがお金をもらって美味しいものを食べるほど醜いことはないと僕は思います。